こんにちは、クルベの岩崎です。今回はおすすめの商品紹介をやりたいと思います。第1弾、今日僕がおすすめするオイルが N ドットポリッシュオイルってやつですね。もう結構以前から雑誌とかにも載ってるやつなんですけど、ブリーチだったりとかちょっと乾燥したりとかパサつきやすい人とかすごくおすすめなんですけど、何が普通のオイルと違うかというと、しっとり感がすごくめちゃめちゃあります。なのでアイロンを使う方とかもすごくおすすめで、実はこれ普通のオイルとは違って、じゃあなんとヘアにも使えてボディにも使えてハンド用のオイルにもなります。なんでもう全身使えるというオイルです。保湿力がめちゃめちゃあるので、そのパサつきもしっかり抑えてくれるんで、例えばアイロンを使う前に髪の毛まず一旦つけてもらってからアイロンを使うと、アイロンの熱からも保護してくれるし、かつパサつきも抑えてくれるので、写真撮ったりとかこれだけでもスタイリング剤として使えるという優れものです。こう某激安のお店、あとは雑貨のお店だったりとかにも以前置いてあったんですけど、契約サロンのみの注文可能になっているので、今はなかなかもう美容室とかじゃないと買えなくなってきてます。なので会った時はぜひチェックしてみてください。ぜひ気になる方は僕まで聞いてください。はい、今日のオイルの紹介はこちらでした。 N ドットポリッシュオイルです。ちなみにね、お値段が3400円にプラス税になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。バイバイ。